広島県東広島市黒須町の観光大使松村です。繰り返します。広島県東広島市黒須町の観光大使松村です。で、観光大使になった？はい、なりました。あ、すごい。ただ広島県東広島市黒瀬町の観光大使です。人口24,000人。いやいや、すごい。でも自称じゃん。はい、自称です。まあ、じゃあ、はい、誰も文句言われないので言い続けていいかなと、ということで広島県東広島市黒瀬町の観光大使松村です。はい、じゃあやっていきましょう。今日はね、広島県でラーメン屋で一番儲かっている店を喋りたいと思うんですけども、個人店だったら一流と言われてる世界が1日100杯100杯が一流と言われてます。まあ、100杯って言っても1杯単価が600円の店もあれば900円の店もあるし、まあ、1000円超える店はなかなかないんですけども、1杯が限定ラーメンとかあるかもしれないんですけど、ラーメン純正で広島県で1000円を超える店っていうのは俺が知る限りでは今のところないっすね。ないね、今広島県では。東京ではいっぱいあるけどね今、うん、それで100杯出る店が一流と言われてる世界で、金額的にはまあ200万で一流かな。店の規模にもよる。いや、その個人店、個人店、個人店、個人店限定でね。うん、チェーン店は別、その人件費もかかってるし、あのキャパも大きいし、キャパっていうのは駐車場も大きいし入りやすさ、うん、まあ、チェーン店はそうはいかんけど、個人店、あくまでも個人店で一番儲かってる店を喋っていきたいんですけども、俺ね、これはね、群を抜いてる店があるよね。どうだと思う？それってやっぱり、うん、あの地元の人を相手にするんじゃなくて観光客相手ってこと？まあそうだし、でも地元の人はゼロって言ったらそうなるよね、それは。うん、だけど桁が違う。いや、でもなんとなく想像できる。尾道ラーメンじゃない、それ。ああ、そうやね。 あのね、うん、個人店とかも俺ね、これ誰とは言えんよ、うん、俺ね、とある人に言ったことあるよ、うんうん、いや僕松浦君どうなんみたいな感じで、うん、いや僕全然ダメっすよ、僕このぐらいっすから、多分絶対、うん、まあ、別に俺自分の売り上げ別に隠す必要ないけ、まあじゃあ言おうか、うん、別に俺100杯だよ、100杯売り切れ、ごめん、うん、俺はね、うん、100杯なんだけど、僕100杯です、あ、僕100杯でもうあれなんです、売り切れなんです、売り切れでもうやめるんです。まあ今はもうちょっと出してるかもしれんけど、うん、今はてか夜もしょるけ、うん、うん、まあでもそんな変わらんよ、言うても、うん、100ちょっととか言うても知れとるわ、そんな変わらんから。うん、でも100杯ってしんどいよね、一人じゃ、うん、でも100ちょっと出そうと思うともううーじゃない。でも夜営業やらんといけんじゃん。だったらやっぱりどうしてもね、ちょっと作るようになる、今頑張りたいけん、自分のラーメン。でもね、俺その人言ったよね、僕100杯ですと、正直に。え、それで生活できるんって言われたよ、うん、びっくりして、うん、マジっすか。誰とは言えんけどね、うん、ビビってね、俺ね。で、それを土地に行くじゃん、うん、桁が違うぐらいだろ、それ、うん、もうレベルが違う、もう人事の部分もレベルが違うけ。いや、行列のレベルというか、あ、店もでかいってこと？結構店も大きいけど、うん、あのね、圧倒される。もう桁が違うんだって。これあくまでもコロナ前の話だよ、今は違うとか言われても知らんけど、うん、あのね、ビビったね。一番儲かってる店やろ、俺2個あげれる。それやっぱ両方とも尾道ラーメン、両方とも尾道ラーメン。やっぱあれなんだ、回転率が速いっていうのもある。回転率じゃない、やっぱりコンピューター、うん、これ俺間違ってないと思う、この2件で。例えばスタフジっていう尾道にあるスタフジ、うんうん、すっごい並んどるじゃない、うん、並んどるじゃろ。スタフジではない、うん、同じぐらいよ、多分量的には、うん、レベルが違う。それは直接本人から聞いたってこと？聞いてません、うん、全く聞いてません。これはじゃあ松浦の予想っていうこと？予想というか合ってます、うんうん、だって俺何軒食いに行っと、俺広島で何軒食いに行っと、俺これもう自信持って言うわ、これ間違ってない。儲かってる店やろ、一丁福山の一丁って言うと思う？俺が言うと思う、一丁って福山の。知らん、いや知らん、何なん？え、いや俺は大体想像つくよと思う、そう言われたら。うん、じゃあ広島で有名店っていうのはあんまないよ、うん、あんまりないよ。1日100杯言っとくけど、1日俺は全くすごくないね、俺は全然自分のことすごいと思ってないカスやけど、あの言っとくけど、1日100杯出す店ってそうはない、そうはない。なぜかというと、じゃあ例えば出す店があったら売り切れで途中でやめてしまう店もある、昼営業だけでやめてしまう店もあるけ、1日100杯
そして200万を超える店っていうのは個人店ではそうはない、まあ、200万はあるかもしれないけど100杯っていうのはなかなかしんどい、出せてもしんどい。お前どこだと思う？すごい店言って、お前でもちょっとお前も会話に入る。いや当たるじゃん、知っとるもん。いやお前これ当たらんと思う。俺これ当たらんと思う。俺2件ある、2件当てていいって。待て待て何？お前、いやだって、いやいや待って、広島で売れとるってお前が体感的に思う店2つ言って。売れとるところ、売れとるって思う店。儲かっとるところ、売れとる、儲かっとるじゃん、売れとる。こうちゃんだよ、こうちゃん。あ、こうちゃんと。いやいや、そういう問題なんだよ。お前こうちゃんずれとるけ、お前マジで教えとけよ。お前話脱線するけど、こうちゃんずれとるけ、お前ちょっと教えとけ。いやいや教えとるよ。いやダメだ。違う、お前仮想通貨教えとるじゃない、うん、お前ラーメンの前仮想通貨教えんだよ。こうちゃんこれ聞いとって、こうちゃんはマジで仮想通貨とかギャンブルしとる暇ない。マジでちゃんとして。あのね、俺言っとくけど、こうちゃんのこと一番成功してほしいと思っとるけ、一応俺らメンバーだっけ、俺もお前も相方だっけ、みんな、コウスケも含め、あのね、相方のやつを失敗してほしいと思うやつはおらんよ、まあね、おも。いやでもほんまにコウちゃんに成功してほしいと思ったけ、仮想通貨を教えてあげた。いやでもそれ失敗するよいや違うよ、あのね、お前言うこと聞かんけ途中から。もう分かるじゃん、コウちゃんの性格。お前実際どこだと思う？いやでも当てるよ、うん、当てていい？なんでいい？いやお前店の大きさと多分ラーメンの原価率とそのお客さんの入り声から見て、うん、トンチンカンだと思う。あ、トンチンカン。どう？当たり？片方当たっとる。当たっとる、うん、もう片方誰か言うか。ジャスティン・ビーバー松浦やっていいか。いや、せんでいい、せんでいい。優秀シューラー。あのね、トンチンカンが一番感ないよ。いや、お前言っとくけど、トンチンカンが一番かじゃん。どっちかじゃん。これどっちかじゃん。お前当たっとるよ。でも、俺のコンピューター。桁が違うと思うよ。ちょっと一個違うと思う。あの、ちょっとね、俺絶対一番かなと思う。あ、今株式にしたのかもしれんよ。わからんよ。俺聞いてないけど。あの、株式会社っていうのは。チェーン店じゃないとか。そう。株式会社は別に誰でもできるけ。お金さえ出せば。ゴンゾの大将は株式会社し、ちなみにこれ余談ですけど、ゴンゾの大将は株式会社なんですよ。会社名何だと思いますか？ゴンゾの大将のは、ゴンゾの大将の名前は、あの、ゆきひで。名字があのです。名字かっこいいですよ。あの、ゆきひで。ゴンゾの大将の、あの、ゴンゾの大将わからない人は、ちょっと下の方にゴンゾを貼ってきますので、あ、上か貼ってきますので、あの、ゴンゾの大将の名前は、あの、ゆきひで。ゴンゾの大将の株式会社にしてるんですけども、ゴンゾの大将の名前は、株式会社の名前は、あの会社です。え？あの会社です。あ、そういうこと？株式会社、あの会社です。まあでも、やっぱ一番感か、マジで、トンチンカンだけど、俺は一番感じゃない。広島県で一番儲かってる店はどこか一番感です。ああ俺はね、体感的にね。いや逆に教えてほしいよ、コメントなんて。ここ実はすごいよって。ああそのか、でも隠れたらあれがあるかもしれない。あのね、1日100杯200杯とかいうレベルじゃないけん、うん、マックスいけば、うん、あもう桁が違うけん、遅延点クラスぐらいいくけん、うん、あの、遅延店でも儲かっとるって、みんな遅延店みんな潰れよるじゃん。あ、みんな人件費めっちゃかかっとるじゃん。土地か、めっちゃ金かかっとるじゃん。あのね、これ認めたみんな。俺絶対一番かだと思う。お前これ間違ってる、どっちや。お前の数々のもあったやろ。あでも間違ってないかもね。儲かってるラーメン屋さんは、尾道にある一番かです。嘘か本当かは分かりませんけど。僕は一番かなと思います。じゃあ次の動画でお会いしましょう。俺はラーメン好きだ。次の動画でお会いしましょう。バイバイ。Use the light.